プリットチャンネル、ハロー、サスケです。今回の企画は同居人のお団子がもうすぐ、帰ってくるんですけども、そのお団子に電話しまして、あれ買ってきてとだけ伝えたら一体何を買ってくるかという検証です。で、今19日で、明日が私の誕生日。で、4時間後にもう私の誕生日になるんですけども、きっとその誕生日のことも彼は知っているので、それを踏まえた上で何を買ってくるかというところがちょっと今回のポイントかなと思います。それでは早速、電話をしたいと思います。いや。もしもし？あ、もしもし？はい。あ、今、外？あ、まあ。もうすぐ着く。あのさ、あれ買ってきて。あれ買ってきて。はい、一体彼は何を買ってきてくれるんでしょうか。さすがに誕生日になるってこと知ってるでしょ。結構言ってるしね。もう毎日のようにやっぱ YouTube も上げてますし、それ系列のね。まあケーキとか無難すぎるから、それ買ってきたらもうジエンド。やっぱありきたりなものじゃなくて、ちょっとやっぱひとひねり欲しいですね。まあねー。おかえり。やめて。買ってきてくのあれじゃわかんないから。えじゃあね、言ってくんねえと中身をよ。何買ってくれました？あ、葬式ビール。いや俺ビール飲まないじゃんね。おかしいよ。やっぱビールと言ったら唐揚げ棒。完璧でしょ。いや、まあ、唐揚げ棒ありがたいけどビールは飲まないよ。で、それで、あなた健康に気使う人だから、血圧が下がる新習慣。ああ、まあちょっとありがたい、ありがたいかもしれない。え、これどういう気持ちでこれ買ってきたの？気持ちって中身を言わねえから、あれ買ってきてって。そうじゃないじゃん。あ、明日何の日よ。明日買ってきてくれたのありがたいけど。買ってきただから。誕生日じゃん。知らない。買ってきたものは何でもいいんだよ。そうじゃなくて、その買ってきた時に明日誕生日だからなっていう気持ちが必要だったんだよ。把握してませんよ、そこまで。なんだよ、知らないで買ってきたのこれ。そうだよ。じゃあいらないよ。なんでだ。お誕生日おめでとうございます。あ、え、マジでこの笑いっていうプレゼント。え、あ、なんだ、本当に一番いらない。カポン。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。最後にじゃあお祝いギャグ。お祝いギャグ。誕生日迎えたらみーおた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 お誕生日マネになっちゃった最後。いや、うん、なんだっけ。巨大ピクニック。サワーバーガーに行って、それでラーメンです。パンめでて21。お団子でした。お団子かい。小手書きは。あ、なくなったそれ。あ、面白かった。